こんばんは。今日ね、お話し会がありました。赤い寝癖じゃないけど、おはよう、おはようじゃないけど、こんばんは。緊張したオンラインお話し会、お話し会終わりました。ありがとうございました。私は徐々にね慣れてきた。お話し会楽しかった、楽しかった、マジで。今日はね、このカチューシャをねつけましたよ。はい、つけました。なかなかなれん、時間配分難しい。確かにライオンとは思わんかった。そう、呼びしちゃったもん。今日よく話したよ、呼びしたーよって、呼びしたーよって。なんか今日のね、なんかレーンみたいなのがあるんですよ。結構みんな離れ離れなんだけど、離れ離れのレーンがあるんだけど、なんか私のレーンが、なんかみんなが控室になんか帰るまでに、あの帰るまでに帰る道で私のレーンがあって、みんなそこで休憩時間ね、みんなそこで立ち止まって、なんか私が、そうそう、中継って、そう、私がね通過点だったの。みーちゃんの横だったよ。3年ぶりで改めて思ったけど、かわいすぎませんか。楽しかったよ、ありがとう。レーン、みんながね立ち止まって勉強教えてくれとる、勉強は教えてくれてるか分からんけどね、あの懐かしい、いいなって言いながら通り言ったよ。それでね、仮眠をね、違う、あのめっちゃ真剣に勉強しちゃって、なんかさ、こう勉強しちゃったらね、おまじで、なんかなんて、あの隙間時間がこう1時間ぐらいあるときは、なんかずっと勉、あのそこで勉強するんだけど、控室戻らずにそこで勉強するんだけど、最初にこうやってね、こう机でこうやって勉強したんよ、こうで。肘つくじゃん、で肘ついてこうやって勉強しよって、そしたらこうなって、なんかこうやって書きよったら、目とペンが同じ高さになって、なんかこうやって書きよったら、なんか 目がだんだんこうなって、こう寝ちゃうんですよねっていうところね、激殺されました。激殺起きちゃう。キポグッジョブグッジョブ。本日誕生日おめでとうございます。みーちゃんにもの、なんかみーちゃんとか、そう、それでね、オンラインお話し会で、なんかもうずーっととなんか電波が悪い方がいて、で私が通過地点って言ったじゃん。さ、みんなさ、あの私のねレーンの後ろ通るんよ。ありがとうございます。なんかすいません、うん、謝らね、すんなよ。私は通過して、あのなんて言うん、こうみんな、なんか私のあのお話し会やってるかなみたいな感じチラッと見るじゃん、後ろ撮るためにね。そしたらなんか
私がもう全然繋がらんけピッピッピッ手動なんよ今回アプリが変わったって感じで、手動でこうピッピッってやりよったらなんかまずおきちゃんが来てくれて、あまだ始まりませんねみたいな感じで後ろに待機して、そしたらマイキューが来て、だから今繋がったらおきまえと私と3人でおるのに絶対びっくりするのに繋がらんねって言いながら結局繋がらんかった。その人豪華だったけど、でもすごい、いや繋がらんかった。なんか名前もなんかニックネームも入ってなかった。ただなんか心配だった。ヨガシタがね後ろにおるときとか、ユミリンが後ろにおるときとかあったけど、なんかそういうときは大体繋がらないよね。ここ繋がらんわーって言って、もうまだ繋がらんかねってやりよったり、最高よ、楽しかったよ。このカチューシャつけて勉強してた。そう、一生この今日はずーっと一生このカチューシャつけとったよ。もうね、慣れた私これに。うん、これがないって逆に安心せんわ。そんな真面目な顔で言うんでって言わんでって感じだよね。みんな配信私終わるときにここは今日の夜爪切ってねって言っとって、忘れんように教えてください。百獣の王になったんよ今日。みんなに教えてもらおうと思って。レイチェーライオン、明日のキューブよろしく。明日もよろしく。楽しみ。明日はどうしよっかな服。なんかね、思ったよりもね、ちょっと寒くて、広島なんか半袖が寒かったよ。おぉ、明日の朝配信、今日と同じかな。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと待って、一回止まるね。明日もバブくないけ、明日も同じ止まり方うまいかった、分かった。明日も同じ時間かな、朝はね。明日は何の動物しよう。今日はココと久しぶりに会った。久しぶり会った。オキちゃんのツイートの写真よかった。寝落ちしてたけど、
今日実家に行かにゃなら、そう起きちゃんね、そう あのね なんかね帰りバイバイするときにね、ココアさんなんかココアさん、私ココアさんのこと、私ココアさんのこと埋めます、私頑張ったらココアさんのこと埋めますって言って、私今日思ったんです、ココアさんのこと埋めますって言ってた。埋めます、埋みたいです、埋めますみたいな言ってくれて、おきぽー、おもろい、なあちゃんみたいな、なあちゃんみたいだったよ、なあちゃん、なあちゃん、でもななさんの気持ちが分かりますって言ってて、無謀な夢、確かに、さすが、怖くて。なあちゃんは違うところに予定、ええそっちの埋める、地面に埋める。コカを産んだらいずれ反抗期で苦しむ。うん、え、お姫のツイート、いやマジでみんな勉強し、マイキューとかも勉強教えてくれそうだったけど、教えてもくれんが、教えてくれそうだった、教えてくれる手前だった、手前、ねえあのさ、このラ、このさハガキのさ、お金が足りないんじゃけど、どうしたらいいと思う、どうなると思う、誰かめっちゃハガキに詳しい人とかいませんか、郵便局に行って聞けって感じ、これ50円なんやね、この上に切ってはる、え、なんかさ切ってはったらさ何円、あ、足りん分の切手を貼ればいいんか、63円になるようにね、わかった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 、カタ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 、63円になるように貼ればいいね、 OK、 OK、 本当に分かったって、本当よかったるて、もう心配せんで分かってって面倒ってたから郵便局、郵便局の人が大変やん、郵便局にやってもらったら郵便局でまたそれお金かかる、郵便局の窓口に待って、あのもう全部書いて
郵便局のに持ってたいんだよね。コロナは切ってな、不分、あれだっけ、あの従業員さんの労力は払わんの、手数料か、労力労力、あの手数料払わんの。あ、そうなの。あ、じゃあ私郵便局に持っていくわ。気持ちいい。じゃあ最高のスマイルをあげます、よろしくお願いします。で、じゃあ練習する。これあの全部50円の切手なんですけど、13円分足りないんですけど、あのよろしくお願いします。何の練習な、マジで。あ、これでいい？あ、合格？めっちゃいい。リハーサルオッケーね、リハーサルオッケー。あ、お金払いますって言う、ちゃんと。そこ払います、私が代わりに払う。そこでアイドル出すのかさ。いや、だってね、タダでやってくれるよ。やってくれたらお前がただけ。いや、びっくりするけど、いいな。よろしくお願いしますって言う。あの、お金は払います。ウインクつけながら、いやウインクやばいよ。だって先にさ、あのこれ全部50円足りないんですけど、あのこの足りないお金を払うんで、あの13円も足りないんですけど、これ全部出します、よろしくお願いします。はい、よいしょ。おかしいけ、おかしいけ、急にウインクされたら、見ちゃいけないもの見たみたいになるけ。いや、いい子じゃないでしょ。いや、それ絶対いい子じゃないけ。急にウインクしたし、それはもういい子じゃないけ。変わった子だなと思う。モバイル投与してよ、ありがとう。窓口にて、しんちゃんの真似はやばいでしょ。あのこの楽器お金足りないんだけど、あのからやばいもんね。あのお姉さん、お姉さん、これお願いします。間違ってもちゃダメです、間違わないようにやりません。お姉さん、お兄さん、爪痕のこと。シンプルによろしくお願いしますって言って、私はこれ、あのじゃあちょっと練習するね。
そこでお待ちのって言われる。すいません、ここにあるあのハガキなんですけど、全部あの50円で13円足りないんですけど、あのこれ全部出したいんですけど、よろしくお願いします。どうでしょう、これで、あ、足りないお金は払います。 How much is? How much is it? ?13円かける100枚ぐらい、知らんほどしようかな、悩む。あ、あ、はあ、メガネあった。おー、今日配信お話し会でメガネかけようかなとかね思いよったんよ。ライオンにメガネでいろいろね、ツッコミどころがね渋滞しすぎてね、なんかみちがね、あのね、みちがシンバみたい、シンバ、ルンバ、げんし、なんて言ったっけ、なんて言ったらいいんだ、なんて言うの、シンバみたい言うて、あ、そうそう、ライオンキングに出てくるやつ、シンバみたいって言って。まだいい時間じゃないですか。やばい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 、明日も朝は今日と同じぐらいになるから、起きたら配信しますね。あのメイクしたり準備したり、ラジャーちょっとライキングをやめます。13位カイトさん、12位ステックさん、11位ノッシーさん、10位おくさん、9位ハイケイさん、8位あゆさん、7位サイレンス鈴鹿さん、6位初マイカーマットさん、5位なつさん、4位高梨智之さん、3位チャーミーさん、2位黒蜜きなこさん、1位はたかたかぴわさん、ありがとうございます。今日もね、いつも、あ、爪を切ることを忘れない、はい、わかりました、爪を切ることを忘れない。今日のお話し会も楽しかったです、ありがとうございました。先ほどもこのハガキの話をしたんですけど、この私は ST48 6枚目シングルカップリング曲の選抜を目指しております。 ST48 の中から7名がファンの方の投票で決まります。ハッシュタグ解雇かをユニット選抜へ、みんなで力を合わせて頑張りたいと思います。投票方法は初回限定版の応募券を、初回限定版に同封されているこの ここにある応募券をはがきに貼って送ると投票することができます。モバイル投票は1人1票となっております。皆さん、これからもたくさん応援よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。皆さんの期待に応えられるように頑張ります。では元気にみんなを引っ張っていきます。いつもありがとう。これからも応援よろしくお願いします。放送終了まで5、4、3、2、1、
締め切ることを忘れない。バイバーイ。ありがとうございました。